As is a painting, painted by Jesus Christ after fifteen hundred years in the Renaissance, it shows, they say, the Madonna and Christ Child with the infant John the Baptist and an angel in a rocky setting, which gives the painting its usual name. I Hiroshiyashi, however, claims that. This painting is not such and such an easy painting, but it has got a much more fundamental message from Jesus Christ after fifteen hundred years to us humans. One of the messages is that Jesus Christ painted Mount Moses in Sinai Peninsula to let us know that

モーゼ山が描かれていますなぜ1500年後のイエス・キリストはモーゼ山を描いたのでしょうか一般にはこの絵はマドンナとイエス、それにバプティストのヨハネ、それに天使が描かれていると説明されていますが、この絵はそんな簡単な絵ではありません。私、林許はこの絵の中には1500年後のイエス・キリストからの 私たち人間に対すするるもっとと重大なメッセージが隠されてていい判断していますつまりモーゼ山を通して1500年後のイエス・キリストはキリスト教もイスラム教ももともとは一つの宗教だったということを私たちに教えているのです。この動画の中で証拠を添えて皆さんにそれを説明します。 広瀬谷市浜間市ティジャパンモーゼに関して言えばモーゼ山、ラウツ山と並んでもう一つ忘れてならない山があります。それがネボ山です。 新明紀の最後に至る章によると、ネボ山は神がイスラエルの民に与えられた約束の地をヘブライ人の預言者モーゼに眺望させた場所とされています。そしてモーゼはモアブの部屋からネボ山エリコの向かいにあるビスガの頂上へと登ったとされています。またキリスト教の伝承によれば、モーゼは 神によってこの山に埋葬されたが、モーゼの永民の地は不明であるとされています。イスラムの伝承でもまた同様に言われていますが、モーゼの墓所はユダヤの荒野のうちエリコの南11キロ、エルサレムの東20キロに位置するマカーム・ナビ・ムサであるともされています。ナビ・ムサというのは、モーゼの 意味です。学者は現在ネボ山として知られているこの山がモーゼ御所に示された山と同じであるかどうかの議論を続けています画面を見ながら説明しますが私林宏氏のナスカ理論によってもネボ山はそれほど重要な 山ではなかったと判断していますモーゼがですね埋葬された山であるとは、私、林博士は考えていません。まあ、それについても簡単に説明しておきます。この右上の赤い点のある位置がネボ山です。そしてジャベル・アル・ラウツです。アーモンドの山というふうにも言われています。頂上がアーモンド色をしているからです。 旧約聖書に出てくるラウツ山のことであると、まあ、定説が固まりつつあります。そして左下がモーゼ山です。こういう位置関係にあるということですね。これがモーゼ山の実際の写真です。で、このモーゼ山、今ちょうど中央を通り過ぎましたけども、この山に注意していただきたいと思います。左右反転してみます。これがモーゼ山です。で、このモーゼ山と いわゆる1500年後のイエス・キリストが書いた岩窟の聖母の中に描かれている山が酷似しているというレベルを超えて一致しています。上の山と比較してみてください。上が実際の写真です。下が岩窟の聖母の中に描かれている山です。この両者は全く同じです。この細かいデコボコした風合いにも注意してください。 そして影の付け方、まあ割れ方ですね。そうしたところにも注意してください。違いがないという点で、私、林博士は同じと判断しました。この上のモーゼ山を探すのに、まあ率直に言って大変大変苦労しました。世界中の山々を探しまくりました。そしてこの1500年後のイエス・キリストが書いた、この岩窟の聖本の中に描かれている 山は、モーゼ山であると私、林博士は判断しました。まずここをしっかりと確認しておいていただきたいと思います林博士のナスカ理論を簡単に説明しておきます。右下がが山山です。現在このラウツ山が シナイ山と言われています。モーゼが十回を授かった山です。そのラウツ山からナスカに線を引きます。そのラインは進捗線下にモーゼ山を横切ります。モーゼ山でのエラーは1.5キロ、1.5キロです。そしてネボ山からもナスカにラインを引いてみます。つまりラウツ山とナスカをつないだその 真直線下にモーゼ山があるということになります。で、ナスカにはその滑走路が残っています。ナスカにはラウツ山、モーゼ山の方向を正確に、正確に示す、えー、滑走路が2本あります。1つはプラットフォーム型の滑走路です。これがそのプラットフォーム型の滑走路です。右から引いてきたラインは ララウツ山山モーゼから引いてきたラインですこの黄色いラインはこのプラットフォーム型滑走路と正確に重なります。つまりこの滑走路はラウツ山、モーゼ山を示しているということになります。もう一本滑走路があります。むしろこちらの滑走路の方が重要であると私、林博士は考えています。というのはこの辺りには世界の数ような主要な山々からのラインが集まっているからです。同じように ラウツ山モーゼ山からラインを引いてみましたこの黄色いラインがそのラインということになります一本ここに滑走路があるのがわかりますそしてこの滑走路にですね川場森林から線を引いてみます右下の黄色い線がメッカ川バから引いてきたラインです川バ森林から引いてきたラインですこの2本のラインは延長すればその先で 交わることになりますつまりこのような形で、えー、モーゼ山とカーバ神殿が深い関係にあることを示しています。林宏のナスカ理論です。が、しかし、ネボ山の、まあ、いわゆるネボ山からを示す滑走路はないということです。つまり、まあ、ナスカ理論で考えると、ネボ山はそれほど重要ではないということになります。 で、そのメッカ・カーバのキュービックは正確にモーゼ山の方向を示して立てられています。上がモーゼ山です。で下がメッカ・カーバです。で、モーゼ山からメッカ・カーバに線を引いてみます。その中心部にですね、えー、キューブが見えます。上の黄色い線がモーゼ山から引いてきたラインです。 まあ少し分かりにくいんですけども、辺と正確に重なっている点に注意してください。黄色いラインは、モーゼ山から引いてきたラインです。つまり、メッカ・カーバのキュービックはですね、えー、正確にモーゼ山の方向を示しているということになります。こうして、モーゼ山とイスラームがつながりました。 ナスカ理論によってですね、羅ツ山とモーゼ山が大変重要な山であることをですね、皆さんにも分かっていただけたと思います。で、モーゼは羅ツ山、すなわちシナ内山で十回を授かります。で、従来はですね、先に言いましたモーゼ山のことをシナイ山というふうに考えられていましたが、 最近の研究調査によってですね、ラウツ山の方こそが、まあ、市内山であるというふうに、固まりつつあるといいますか、固まりました。で、これがラウツ山です。で、聖書の記述通りにですね、山の上、上部がですね、アーモンド色になっているとか、平坦地になっているとか、そしてこの周辺には、まあ、いろいろな遺跡が残っているわけですけれども、 その遺跡も一致したというようなところから現在ではこのラウツ山がシナイ山であると考えられています。つまり繰り返しになりますけれども、モーゼが十回を授かった山です。上の方がアーモンド色になっていますね。ですからまあこういった一致点が見つかったということで、このラウツ山がシナイ山ということになっています。でこの ラウツ山とナスカをつなぐとその新直線下にモゼ山があるということになります。アーモンドの山という意味だそうです。旧、ま、約、あ、聖書に出てくるジャベル・アル・ラウツというのはこの山のことだというふうに現在は言われています。上部が平坦地、これは想像図ですけどもね。で、このラウツ山の周辺からですね、こんな奇妙な 岩も見つかっていますちょうど中央やや左寄りですけどもこの岩ですね縦に二つに割れていますで神の教えに従ってですねモーゼがこの岩をたたくと二つに割れて中から水があふれてたというわけですそしてそれが民を潤したというわけですそしてこの岩の下にはですね大量の水が流れた跡も残っているそうです で、そういうところから、まあ、この羅ツ山のふもとりがですね、まあ、モーゼがあー居留した場所というふうに考えられています。で、ここがいわゆるナイ山ということになるわけです。この山といいますか、この場所そのものはアラビア半島にありますけれども、ナ、ま、イ、あ、山ということになるわけですね。いわゆる、 まあ聖書の世界でいいううシナイザンということこになります。繰り返しになりますけどもこのラウ仏山とナスカをつなぐとその進捗線下にモーゼ山があるということです。まあ、こうした水の流れた跡もあるとかねあるいは神にさ捧,捧げ物を出した祭壇の跡もあるというようなところからこの辺りが、まあ、いわゆる、まあ、十回をモーゼが10回を授かったラウ仏山であるというふうに 現在は考えられています。まあ、こうした石組みの跡も残っているということです。まあ、ほぼこの辺りに出ますか？あ、説が固まりつつあるということになります。まあ、これはそれを報道する動画ということになります。で、ウツ山モーゼ山は大変重要な山であったということが、これで皆さんにも。 分かっってていいいたただけたと思いまます。す。論文にもなっています別のところで詳しく説明しましたので、まあ、ここでは簡単に、まあ、説明といいますか、まあ、そういうものだというふうに理解していただければ結構です。まあ、今のような線をたどってですね、モーゼがまあこのアラビア半島のラウツ山にやってきたということになっています。 まあこうした住居跡も残っています。その羅ツ山、モーゼ山と比べるとですね、ネ坊山というのはまあただの山だったということになるのではないでしょうか。ということで、えー、重要なのはモーゼ山、そしてラウツ山ということになります。羅ツ山については、他の場所で詳しく説明しましたので、興味のある方は、林博のホームページより、 どうかまたご覧になってください。ジャバル・アル・ラウツ・ザンということになります。今一番下に見えたのが祭壇、神にささげ物したですね、祭壇跡ということになっています。これがその祭壇跡ということになっています。他にもいろいろな証拠が残っています。まあ、こうした論文が発表されているということになります。 えー、いろいろなアーティファクトも生活した様子もまあ残っているということですね。でこの2つに割れた岩の間から何百万ガロンもの水が流れたというふうにこの論文の中には書かれています。でナスカもう一つウス山のあーラインを見ていただきたいと思います。ラウスの頂点に点にを取りました この滑走路は先ほど皆さんにお見せした滑走路です。このプラットフォーム型の上の滑走路、右上からラウツ山から線を引いてきました。で、このラインはですね、実はあのペルーのモレーのラインとも一致するわけです。で、このあたりはですね、世界の、なんて言いますか、巨石遺跡からのラインが集まっているところということからですね、例えばエブベリーであるとか、えー、ラウスのジャール平原。 ののラインもこの辺りに集ままっています。ですからここ、ここはですね、巨石が、まあ、いわゆる巨石文明の集まっている、まあ、ラインというふうに考えます。ですから、こちらのプラットフォームよりもですね、先ほど2番目にお見せしたラインの方が重要だと、私、林博士は考えていますああ。繰り返しになりますけども、ミンガラウツ山、そしてそのラインは、えー、モーズ山を横切ります。エラーは1.5キロです。まあ、1.5キロというのはもうエラーではないということですね。 でこれがモーゼザンです。たまたまこの動画を他のところで見つけましてね、似ているということを判断しました。となると、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、まあ、1500年後のイエスはこの場所へも来ていたということになります。カビですから、自由に空を飛ぶことができたものと、私、林博士は考えています。上が岩窟の聖母の中に描かれているモーゼザンです。 そしてその形はですね、実際の写真と正確に一致します。もちろん上は一応絵ということになっていますから、それなりのぼかし的な、まあ、手は加えてあると思います。まあこれがモーゼ山ですね。以前はこのモーゼ山をとってシナイ山と言われていました。そしてその山がですね、岩窟の聖母、ルーブル版の上に描かれているということです。つまり、まあ、岩屈の聖母 というのはですね、ただ単なる、まあ、聖母とイエスと、そしてバプティストのヨハネとエンジェルの、まあ、そうした寒暖、まあの姿を、様子を描いたそうした単純な絵ではなくて、もっと深い意味がこの絵の中に込められているということになります。まあ、いくつか他の写真を集めてみましたので、皆さん自身の目で確認してください。上が。 岩屈の聖母の中に1500年後のイエスが描いた猛ーゼ山ーです。下が実際の写真ということになります。写真です。比べてみてください。似ているというレベルを超えて同じであるというふうに、まあ、皆さんにも分かっていただけると思います。つまり、1500年後のイエスは、このような形で私たち人間に、まあ、メッセージを残したということになります。 が、なぜ、こんなところに、1500年後のイエスは、モーゼ山を描いたか、ということになります。それが、この動画の結論ということになります。もう一度、市内半島にある、モーゼ山を確認してください。で、結論ということになります。岩窟の聖母です。この中には、モーゼ山が描かれていました。モーゼ山です。そして、 メッカ,カーバ神殿のキューブはそのモーゼ山の方向を正確に正確に示しています。モーゼ山とイスラム関係があるということになります。そして他のところでも検証しましたようにイスラム教とモーゼとは深いつながりがあります。上が実際の写真です。モーゼ山です。下が岩窟の聖母の中に描かれているモーゼ山です。 もう一度確認してください。ここが重要です。上が写真です。下は岩窟の聖母の中に描かれているまあ、モーゼ山ということになります。私、林博はモーゼ山と判断しました。注意深くご覧ください。えつまり、このモーゼ山を1500年後のイエスがですね、岩窟の聖母の中に 描くことによってこのモゼザといわゆるイスラムとは深いつながりがあるということを示したということになりますこれがペロキュロの書いたセント・ジェロームです私はこのセント・ジェロームの絵つまり写真から起こされた絵ということになりますけれどもこのセント・ジェロームこそがいわゆる1500年後のルネスタンスの時代に現れた イエス・スキリストと判断しています。その1500年後のイエス・キリストはですね、岩窟の聖母と呼ばれている絵を描き残しました。その絵の上の方にはモーゼ山が描かれています。モーゼ山とメッカ・カーバとは深い関係にあります。メッカ・カーバのキュービック・シュライン、つまりキューブは正確にモーゼ山の 方向を示しています右が写真です。モーゼ山です。そのモーゼ山の方向を向いて、キューブが立てられています。このように、まあ、上半分はイスラムの世界を表しているということになります。そして、下半分は言うまでもなく、イシュタール教、すなわちマリア教、すなわちロマンカトリックを示しての世界を示しているということになります。つまり、 1500年後のイエス・キリストは、この岩窟の聖母なる絵を通して、イスラームもキリスト教も元は一つだったということを私たちに教えているということになります。これがこの動画の結論ということになります。Bye for now. prayer is not asking. it is a longing of the soul. it is daily admission of one's weakness. it is better in prayer to have a heart without words than words without a heart. god has no religion. 祈るということはねものを求めることではないのだよ祈るということはね魂を求めることを言うのだよ祈るということはねそれによって自分の弱さを日々に知るためのものなんだよその祈りにおいてはね心のない 言葉よりも言葉のない心の方が大切なんだよ。神には宗教はないんだよ。